それでは学習に行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。デビさん、問いの A から問いの L 合計12問あるんですが、まあ、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、最初の5問行ってみたいと思います。で、下線部説明こちらで扱いますので、そこでの解き方が後半の問題にもつながります。そして問いの形に和訳があるんですが、このヤダッチとスタディの再生リスト、国公立大英語、そちらでも練習できますので活用なさってくださいね。そして最後、問いの L は内容1問題で、これは学習以外の私立大学ですね、このいろんな動画で説明しておりますので、そちらも参考なさってください。ですが、今日の中心は空所重と下線部説明。例えばホワイトボードの右側ですね、解くときに意識すべきこと、もちろん空所前後や下線部の前後、そして各選択肢を見比べて、このニアリー以降の関係が成立するものが正解ですからね。ですから、我々がしなければいけないことは言い換えを成立させること。ですから、今日も言い換えを意識して、この後一緒に頑張りましょう。デビさん、第一段落でございます。注釈名さん2箇所ついておりますので、これを意識して、まずは一読だけお願いいたします。デビさん、問いの A でございます。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。サビさん、まず空所の右側ですが、皆さん、リンク、つながりがあると書いてますね。で、皆さん、そのつながりの話と言われたら、皆さん、この一番初っ端の文章ですよね。で、皆さん、特にこの文頭のアズで、おそらく皆さんご存知かと思いますが、このアズを含んでいる文章中に、こういう比較級ですね。で、そういうものと併用すると、このアズの訳し方、いわゆる比例でございますが、うにゃうにゃするにつれて、そんな意味になるんですね。ですから皆さん、出だし、国が豊かになるにつれて、health、健康とか医療にもお金を使います。まさにこのつながりを表してくれてますね。ですから、この空所 X に入る表現は、これがヒント。国が豊かになるにつれて、医療に使うお金も増えると。ですから選択肢の E であれば、まず GDP の話はないですね。そして選択肢のローも法律の話はなし。そして選択肢のハーも貧しい国々の話はなし。ですから選択肢の2、wealth and health。皆さん、ウェルスと言われたら富。まさにこの裕福になる話とつながりますね。そして皆さん、この health はもうこのままそのまま直球でございます。ですから問いの A の正解は2ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて第2段落でございます。デビさん、注釈1箇所ついてますからね。デビさん、この段落ちょっと長いので、まずは最初に全体像ですね。それを把握していただくために、一読をお願いいたします。デビさん、まず問いの B でございます。空所 Y に関する設問でございますので、検討をお願いします。サミさん、空所の左側、下線部引っ張ったところでございますが、その国の GDP が増えるにつれて、で、そのお話が皆さん、さらに左側に絡んでますよね。となってくると、皆さん、この注釈のところに書いている通り、平均余命、これが空欄 Y に絡んできそうですね。ですから皆さん、このあたりから確認しますと、その国の GDP ですね。で、それが平均余命につながりがあると。ということは、その国の GDP が増えるにつれて、平均余命につながりがあるということは、皆さん、長生きできるんでしょうね。ですから、長く生きるということで、live long。タミさん、先ほどの段落でも出てきた通り、皆さん、比例のアズが絡んでますからね。live long のロング、それをそのまま書くんではなくって、皆さん、比較級にする必要性がありますね。で、もちろん、空欄 Y の次の文章中も皆さん、こうやって比較級書いてますからね。それも間接的なヒントになるかと思いますが、ひとまず正解は longer。これでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて今度は下線部1番の問いでございます。まずは説明の指示の一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ、皆さん、まず下線部そのものでございますが、読んでいただけると、皆さん、平均余命はさらに増えると。で、収入の上昇と比べてますよね。で、それと比べて平均余命の方が長くなってるんですね。ですから平均余命の方が勝っているにもかかわらず、それにつながらない選択肢がまず一つ見つかりますね。そうです。選択肢の2ですよね。で、これだと皆さん比較がなされていませんよね。で、あと皆さん残った選択肢どうしますかということですが、皆さんその次の文章を読んでいただきますと、this で受けてくれますよね。で、皆さん読んでみると、収入は唯一の要因ではないと。つまり他にもありますよということですね。で、そういう選択肢なら皆さん見つかってますよね。
で、皆さん注意していただきたいのは、唯一の要因ではないと。つまり他にもありますよということでございます。ですから、これしかないと言ってる選択肢の E のこの any がダメですね。そして選択肢の H の entirely。これだと皆さん全部、これしかない。これが全てっていう話になってしまいます。ですから、唯一の要因ではないと言い換え可能なものは皆さん、このローのこのあたりですね。唯一の理由ではない。つまり他にあるということですね。ですが正解はローということでよろしいかと思います。さあ続いて皆さん問いの D でございます。検討をお願いします。さあ皆さんこれ下線部の文末に this と書いてますから直前がヒントですよね。でなおかつ皆さんアメリカの話でございますのでこのあたり richer countries と言い換えられてますね。ですからこの緑の三角括弧で食ったところ、それがヒントでよろしいかと思います。あと皆さん読むだけなんです。皆さんは方法がありますと。で莫大なお金を使うんですが文末 to no purpose、 目的がないところにもお金を使うと書いてますね。で皆さん選択肢眺めていただきますと ha 以外ですねお金の話が書いていないんですね。ですからこれも一発で正解は ha ということでよろしいかと思います。皆さん第3段落もちょっと長いのでまずは全体像を把握していただきたいと思います。こちら2箇所注釈ございますのでまずは一読だけお願いいたします。さあ皆さん今度は問いの E でございますがまずは説明の指示だけ一読をお願いいたします。さあ皆さん選択肢こちらでございますので検討をお願いします。さあ皆さん、下線部含んでる文章中、ちょっと左側読んでいただけると、皆さん、low income、低所得と、そして healthcare、医療ですね。それが mutually、お互いに exclusive、排他的というわけではない。で、皆さん、それで選択肢選んでいただいてもよろしいでしょうし、次の文章もヒントになってますね。そうです。対、for example ということで、具体的には、と言ってくれております。ですから、下線部の左側のこの developing countries、これの具体例ですね。で、皆さん読んでみると、タイの医療のプログラム。それが皆さん、OECD の中の裕福な国。これと近いと書いてますね。で、さらに次の文章中でも、チリとコスタリカの話がつながっております。で、皆さん読んでみると、一人当たりの収入はおよそ 25%。で、なおかつ皆さん、医療も 12%。で、バットがあってなんですが、平均余命はほぼ同じ。ですから、うまくいっている様子が伺えますね。で、それで選択肢眺めていただきますと、まずは選択肢の E。これ皆さん、easily と書いてますが、皆さん、簡単とか難しいという話はないですね。そして同じ理由で、ha もダメです。で、選択肢の2は cannot function。機能していないと書いてますね。で、皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、うまくいっている様子でございます。ですから、選択肢のローがいいですね。同時に存在できる。そうです。低所得と医療というものは同時に存在できる。つまりお互いに排他的ではないんですね。ですから言い換え可能でございますので正解はローということでよろしいかと思います。